紀元前1万年の絵が亀川海石出土の社交機土偶。外見が宇宙服のように見えるため、この土偶は縄文時代に地球に訪れた宇宙人ではないかと疑う者も,もいる。古代宇宙飛行施設とは人類史上の古代、または超古代に宇宙人が地球に飛来し、人間を創造し、超古代文明を授けたという疑似科学の一説である。別名を 太古宇宙飛行士来訪説、宇宙人考古学、宇宙考古学とも言う。この範疇で、キリスト宇宙人説も唱えられている。人工衛星から遺跡を調査する考古学の一分野である、宇宙考古学とは全く異なるものである。また混同されやすいものに、アーキオアストローノミ、考古天文学がある。これは、 考古学的に古代人の天文学に関する知識と天体に関わる文化活動を研究するものである。空飛ぶ円盤研究団体である宇宙有効協会の招きで1961年に来日したジョージ・ハント・ウィリアムソンなど初期の提唱者がいる。その後、古代核戦創設についても関連づけて提唱するものもいる。スイスの実業家エリヒホン、デニケンの エリンレルンゲンアンダイツークンフトが1970年代に世界的ベストセラーとなり一大宇宙上古代史ブームを引き起こし広まった説である。特に未来の記憶で旧約聖書のエゼキエル書が宇宙人来訪の様子を描写しているとして話題になった。その他ナスカの地上へも宇宙人に関連するものであるという説が有名である。その後、星への帰還。 太古の宇宙人太古に地球を訪れた宇宙人奇跡などの著作が翻訳され話題となった。その主な内容は以下の通り。未来の記憶は1960年代に SF マガジンに一部掲載され1969年に未来の記憶として刊行されていたが、その当時は話題となることはなかった。有名にしたのは角川春樹で、 1974年発刊の未来の記憶が角川文庫の超自然の謎シリーズ観光のきっかけとなり、精神世界というジャンル創設の草分け的存在である。デニケンの著作がブームを引き起こしたのは、ノストラダムスの大予言に象徴される終末論やユリネラーの超能力が話題を集めた時期と重なり、1970年代のオカルトブームの一翼を担った。 ありがとうございます。